はい、どうも、Gボーイズです。ご飯屋さんで大声で喋るやつ嫌い。あんまりいいでした。あんまりいいでした。サングラスかけてるやつ大体不良。こっちか。こっちが正解だったか。はい、ということでですね、本日なんですが、まずはですね、もう皆さん言いたいことはわかります。おい、それはなんだと。お前の頭に乗ってる。これはなんだと。はい、僕もよくわかってるんです。全然似合ってないんですよ。まあ、ただ今回は、このスタイルで行かせてもらいます。まあ、多分ね、二度と被ることはないでしょう。はい、ご機嫌ですね。いや、皆さんもね、ご機嫌だと思うんですよ。本日はですね、明治安田生命 J2 リーグの、開幕戦ですよね。開幕戦の、ロアッソ熊本 VS、清水エスパルス、こちらの試合が、アウェーの笑顔スタジアムとかね、笑顔スタジアムみたいな感じのスタジアムで行われたんですよ。本当に遠いね、熊本までエスパルスサポーター1000人以上が、駆けつけたそうです。というか、1000人以上だったかな、という中 です。ものすごい、熱い応援、というところがあっての、まあ、逆転勝利、言っちゃったか。逆転勝利っていうところにね、つながったんじゃないかなというふうに思います。本当に、熱い応援ありがとうございました。それからですね、まあ、ダゾーン組、それから僕は、今日地デジで見たんですよ。第一テレビ。の方で見たんですが、まあ、チレジって聞くとね、あんまりいい思い出ないじゃないですか。ね、テレビで放送って言うと、あんまりいいことねえぞ、という中で、まあ、今日は絶対にね、まあ、静岡県の、皆さんがもう絶対見るであろう、この試合に、勝たなければならなかったんですよ。引き分けでもダメだったんです。やっぱりこうね、改めて静岡県民の人に、エスパルスの強さ、面白さっていうところを、知らしめるというか、気づかせる、それからやっぱ好きになってもらうっていう、ところがね、あったので今日絶対に勝たなければいけなかったんですよ。そんな中で見事、勝利した選手たち、それから秋葉監督、それからまあ、駆けつけたサポーター、本当にありがとうございました。ということですね、まあ、簡単にですが、試合の方をね、ちょこっと、触れさせてもらいます。まあ、メンバーはですね、4231で、まあ、ある程度、まあ、皆さんも、まあ、事前に予想していたメンバーだったんじゃないかなというところがあったと思うんですよ。北川選手がワントップに入っていたり、松崎選手、それから、まあ、乾選手、カルリーニョ選手とかね、それから、まあ、宮本選手、蓮川選手、住吉選手っていうね、まあ、中で、特に、まあ、変わったかな、面白かったかなって思ったところが、まあ、このセンターバックの2人、住吉選手と蓮川選手、まあ、非常に強度が出たかな、それから、攻撃に変わる時の、まあ、スピードですよね。ここを第一に考えてくれる選手2人なのかなっていうふうに、一番すごくそこが思いました。まあ、いろいろとね、今日の勝利あげればキリがないかなっていうふうに思うんですが、まあ、秋葉監督もよく耐えたな、我慢したなと思ったのが、後半47分まで3枚残したっていうところ、それまで、まあ、逆転できるであろうと、まあ、信じての、よく耐えたなっていうところ、まあ、去年だったら、それまでにやっぱりカード切ってたかなっていうふうにも思うんですよね。っていう中でやっぱ結果が今日出てますから、これが正解だったんじゃないかなっていうふうに、思ったのと、で、ルーカス・ブラガ選手、まだまだ未知数ですね。強さ、速さ、スピード同じか。まあ、すごくいいかなと思ったんですが、期待できる選手かなと。それから西原選手、17歳ですから。いやー、すっ
げえなと。いやーこれは久しぶりに出てきた、まあ石毛選手とか市川選手以来の、うん、まあ天才かなと。タイプは違うけど、石毛とも違うか、まあ天才タイプですよね、西原選手、一気に好きになったかなと。まあ何にしても、連勝するっていうことが、大事ですから、38節、まあしかないと、言っていいんでしょうか、という中で、勝ち点が3が、ものすごく、ね、こう響いてくるという中で、絶対に、連勝が、求められる試合、次ホームです、このホームで勝つしかないんです。エスパルスは強いんです。エスパルスはどこにも負けないんです。エスパルスはかっこいいです。はい、ということでですね、まあ、本日の動画が、少しでも面白かったよっていう方は、ぜひぜひ、高評価ボタンと、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。もう喋り忘れたことないかな、多分大丈夫だと思います。はい、ということで、本日も、最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。